QC の丹波です。ただいまのプレーについて説明します。ランナー中に京田選手がセカンドベースを踏んでいました。それについて中日からよりリクエストがあり確認した結果、踏んでいたことを確認したので、ランナー中にホームで、ツーアウト目が成立で、セカンド、もう踏んだ最初にセカンドで、ツーアウト目が成立で、ホームのタッグプレーでスリーアウト目が成立で試合終了です。放送席、そしてドームのドラゴンズファンの皆さん、お待たせいたしました。
今日のヒーローインタビュー、チーム4連勝1対0完封勝利の立役者、小笠原慎之介